こんにちは、アクアという方です、僕が今手に持っている、ローバーの、チベットなんですけども、チベットの LLXXL の、内張りやカーフモデルという、モデルをご紹介します。こちらはですね、アッパー、外側は、ヌバックレザー、かなりいい感じの上質なヌバックレザーを使用していて、内張りにはカーフというですね、柔らかい、レザーを貼ってあるので、この内張りのカーフ自体がですね、足に馴染んでフィット感が増すんですが、ちょっとこう柔らかい目で吸い付くようなですね、フィット感というのが得られる、登山靴です。こちらの、チベットはですね、木型が、3プラスから4インぐらい、幅がちょっとこう広いワイドな足型で、高高、ランビの高高ですね、の、型に、マッチする、モデルとなっています。でこちらがの、カーフですけども、履けば履くほどですね、馴染んで、この 外側のこのレザーも馴染むんですけども、内側もですね、ともども、足の形にこう馴染んで、フィット感が良くなるというので、人気があるんですけども、少しこうワイドな、今はですね、シリオとかでしか合わなかった人でも、結構履けるモデルとなっています。まあ、こちらもですね、一応フィッティングっていうのもやっぱりやった方がいいんで、できればご来店いただきたいんですけども、インターネットでも一応販売してるんですけど、まあ、購入いただいて履いてみて、ちょっとサイズが小さいとか大きいとか、もしあれば一応交換対応、早めでしたらサイズが揃っている間は交換対応っていうのができますので、できるだけ早めですね、試していただきたいなと。でもできれば予約いただいて、ご来店いただいて、ここでですね2時間、履いて歩いて、しっかりとですね、フィット感を、試していただいてから、ご来店いただいたお客さん、ご予約いただいてご来店いただいたお客様には、お手入れの講習会、お手入れの講習もですね、大体1時間ぐらいなんですけども、お手入れの講習も受けていただくことができるので、購入後もですね、ちゃんとお手入れをして、しっかり履いていただければ、僕の靴で、僕の他方というモデルの靴で、同じヌバックレザーなんですけども、それで10年以上、履いていますので、このチベットも特にこの内張りのがレザーになると、ゴアテックスよりもさらにこう耐久性は増しますので、かなりこう長い間愛着を持って、愛用していただけるという感じのモデルになります。まあ、できれば、ご来店いただいて、試していただきたいんですけど、数がですね結構限りがあるので、今シーズンの、このチベットの、このモデルはですね、もう入荷しているので、一応全部サイズが揃っていますので、今のところは揃っていますので、お早めにですね、ご来店いただいて履いていただきたいなと。でだんだんとサイズがなくなっていくと、まあ、フィッティング、してもサイズがなかったみたいなことになるので、まあ、できるだけですね早めに、特に資料しか今までなくて資料で諦めてたという方、はですね、このローバーを試していただける、モデルかなと思いますので、ぜひ足幅が広くて、今までこのローバーが合わなかったという人も、これはまたワンランク上の幅が、広いワイドモデルになりますので、一応木型はWXL というローバーの他方というモデルと同じ木型なんですけども、このデザイン的な問題違いで、他方よりもまた1ランクですね、幅の広い高の高いモデルになっていますので、ぜひ試していただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。アッカンという穂高でした。